はいどうも、今日はアニマルレーシングやってみたいと思います。これ広告で見たんだよ。平地は虎の方が速い、階段はゴリラの方が速いとかね、向き不向きがあって上手にやるゲームね。やってみて面白いかはどうなんでしょう。あ、ええやん、虎に帰るの忘れてた。何この時間、何すればいいの？わからん。自由度が高すぎてわからん。矢印も出してくれないし。さっき何があったんだっけ？お金か。わからん。つまらん。さっきのレースみたいなのやる。何これ。何これ。わからん。どうすりゃいいんだ。ちょっとわからなすぎる。広すぎるし。案内がなさすぎるし。すごく今退屈です。どういうこと？ちょっと一旦消して、もう一回。ここからどうなんの？ゴリラがいるよね。だからなんだだし、どこ行きゃいいの？何すればいいの？これか。どういうこと？これか？ここか？もうちょい案内してよ、やることを。で、銭をゲットして、どうやってここ行くだか。ちょっと案内が適当すぎるな。ここか。丘を越えないでよかったな。いきなりね、積みの状態になっちゃって。早い。焦ったな、さっきは。動物ってすごいな。
さこうなって、ゼニーゲットして、矢印出してくんないとわかんないよ。あ、またこうなっちゃった。同じ面？違うっぽい。でもこっち自体にもちょっと飽きてきちゃったな。でしょ。あ、案内が出た。よかった。で、こうすればよかったのね。あとどこ行きゃいいの？こいつ銭持ってるってこと？ここ？全然足りない。何する？あ、ここか。つまんないな。いらんな。これは。つまらんぞ。走る面としては2つぐらいしかやってないし。やることがよくわからんし。つまらん。これか？全然足りない。もういいや。しんどい。こんにちは。会員登録してね。しんどい。